皆さんこんばんは。 YouTube シラバスフランス料理担当の坂井敦です。今日は2月の13日月曜日ですね。今日ご紹介するお料理は、明日バレンタインとかそういうことではなくてですね、ホワイトチョコレートを使った、簡単なムース、デザートをご紹介します。ホワイトチョコレートといちごのムースですね。材料はこちらです。で、卵黄、牛乳、グラニュー糖、バニラビーンズで、アングレーズソースというソースをまず作って、いちごと一緒にですねサンドしていきます。いちごのマリネ、いちごときび糖と赤ワインがボウルの中で、マリネされてます。こちらをいちごと赤ワインのジャム状に鍋に移して煮詰めていきます。牛乳にバニラビーンズ、種をしごいて中に入れて沸騰直前まで一緒に温めていきます。続いてこちら、卵黄とグラニュー糖ですね、混ぜ合わせて、ミルク温まったら、卵黄とグラニュー糖のボウルに注ぎながら混ぜていきます。火にかけていきます。木べらを使ってですね、8の字を描くように、鍋底が焦げつかないように中火で混ぜながら加熱していきます。今表面に細かな泡が出てるんですが、火が通ってくるとこの泡が消えて、見てわかるようにツヤととろみがついてきますので、中火でですね、丁寧に優しく火を入れていきましょう。8の字に混ぜるだけだと、全てがきれいにムラなく混ざるわけではないので、温度のムラができますから、たまには火から外して混ぜてあげたり、でまた火にかけたりしながら、慌てずにですね、丁寧にやっていきます。でここで表面の泡が、細かい泡が消え始めて、ツヤととろみが出始めます。そうするとソースが出来上がりに近づいてきましたので、目安がですね、木べらにすくって線が描ける、垂れない、わかりますか？これが目安です。でこちらを氷ボールを用意して、氷を当てたボールを用意して、できるだけ早く冷まして、余熱で火が入るのを防ぎます。これ大事です。ツヤツヤですね。とろみがあっていい状態になってます。ジャム状に水分を飛ばして、こちらも、冷ましていきます。このまま食べると、いちごの赤ワインジャムですね。アングレーズソースに水で戻しておいた板ゼラチンです。あらかじめ水で戻しておいたゼラチンを加えて、水
ゼラチンを溶かすんですが、今粗熱が取れてしまったので溶けにくくなってます。そこで湯煎用意して、またゼラチンを温める。ゼラチンを溶かして、湯煎であらかじめ溶かしておいたホワイトチョコレートと混ぜ合わせます。こちらを今温かいので、粗熱を軽く取ってあげてですね、ホイップクリーム、泡立てた生クリームと混ぜていきます。混ぜながら粗熱を取らないとゼラチンも入ってますし、ホワイトチョコレートは固まりますので、常温ですね、温かくない状態、冷たくない状態まで混ぜながら粗熱を取っていきます。生クリーム8分立てぐらいにした生クリーム、こういう状態ですね。型で冷やし固めて抜いて、その型のムースを作るんですが、まあいちいち型の用意が面倒な場合はこういったココットに直接流し入れて、そのまま食べると、冷やし固めて食べると。でムース絞り袋に移します。では型にですね、ビスケット、市販のものでも結構ですから、砕いて型に敷き詰めます。流し入れて、いちごと赤ワインのジャムですね、真ん中あたりに上からまたムース、ヘラを使って表面を平らになじませて、こちらを冷蔵庫または冷凍庫で冷やし固めます。はい、ホワイトチョコレートといちごのムースですね、冷蔵庫でしっかり冷やし固まりました。バーナーで表面を軽く炙って、バーナーがなくてもさっき言ったみたいにお湯だけでも十分できますので、いちごジャムを飾り付けに、ハーブお好みで、これでホワイトチョコレートといちごのムースの完成です。はい、では試食していきます。今日使っているハーブはサラダバーネット、フランス語でパンプルネルっていうハーブです。キュウリのような爽やかな香りがするハーブですね。言うまでもなく美味しいです。バランスが、やっぱ甘いものと酸味のバランスというのが非常に美味しく感じるポイントだと思います。今日2月13日ですね、明日意中の方に
簡単ですから、チャレンジして作ってチャレンジしてみてはいかがでしょうか。セボンです。